はい、今回はパワーコードについて、解説してみたいと思います。でパワーコードというとルートと5番目の音フィフスの音、この2音だけを弾くコードになるんですけれども、まあ、C のパワーコードというとドがルートになりますね。でそれの5番目のソーの音、ドとソーの音を鳴らすコード、これが C のパワーコードというふうになります。でパワーコードはですね、サードの3番目の音鳴らしませんので、メジャーマイナーこれ関係ないんですね。ですからメジャーの時もマイナーの時も、まあ、簡単にコード伴奏したい時なんかはパワーコードを使うと非常に簡単に弾くことができます。で、通常ですね、皆さん6弦ルートと5弦ルートでパワーコード覚えてる方多いと思うんですけれども、これですね、意識しないと4弦ルート3弦ルートのフォーム全く知らないままですね、もう5年10年経つっていうことも珍しくありません。で生徒さんの中にもですね、5弦ルート6弦ルートのパワーコードはパッと押さえられるんですけれども、4弦ルート3弦ルートのパワーコードを押さえてくださいっていうと、ほとんどの方が最初できないですね。ですからこの機会にですね、4弦ルートと3弦ルートのパワーコードの場所とフォームですね、これを覚えてみてください。で説明することはほぼないんですけれども、今こちらに出ているダイアグラムですね、コードの押さえ方がもう6弦ルート5弦ルート4弦ルート3弦ルートのパワーコードになります。で6弦ルート、今回 C で説明しますが、6弦ルートの場合は8フレットに人差し指ですね。でパワーコードの場合は、ルートと、フィフスの音だけですので、本当だったらもう5弦の10フレット、から6弦の8フレットと5弦の10フレット、この2音だけでもパワーコード成立します。でももう1音ですね、音を加えたい場合は4弦でもう一度ルートを押さえます。ですからこれ、6弦からドソドと鳴らしていることになります。だから6弦ルートの場合はこのフォームですね。で5弦ルートの場合は5弦の3フレットに人差し指を置いて6弦ルートと同じフォームを作ります。で次4弦ルートですね。で4弦の C の音になると10フレットになります。でギターの、チューニングするときにも皆さん気づかれている方多いと思いますが、3弦と2弦のところで半音ずれるんですね。ですから、今4弦の10フレットに人差し指を置いてですね、で次の、フィフスの5番目の音は、今まで6弦ルートと5弦ルートと同じように1フレット離れた12フレット3弦ですね、なるんですが、1オクターブ高いルートはですね、半音ずれまして、こう小指でですね、13フレット2弦2弦の13フレットを押さえて、で4弦3弦2弦これでですね、パワーコード4弦ルートのパワーコード弾くことができます。ですからもちろん、この2音、ルートと、フィフスだけでしたらもう4弦と3弦だけで同じような形で弾けますが、1オクターブ上のルートも入れる場合はこういう感じですね。2弦と3弦が1フレットずれます。で最後3弦ルート、3弦の C は3弦の5フレットにありますので、ここに人差し指を置きます。でやはりですね、ここでも2弦と3弦が半音ずれているということが影響するんですけれども、3弦ルートの時はですね、このような感じで間2フレット空きます。ですから3弦5フレット人差し指で、あとはもうですね、1弦と2弦小指で8フレットこういう感じで押さえるのがいいと思います。でこれでやはり3弦からルート、2弦がフィフスで、1弦がまたルートというような並びで弾くことができます。このような感じでですね、6弦5弦4弦3弦それぞれのルートでパワーコードを弾けると、結構こう使い分けることで、まあ、サウンドの重さなんかをコントロールできます。では右手を同じストロークパターンでこの4種類のC のパワーコード弾いてみます。まず6弦ルート、で5弦ルート、で4弦ルート、で3弦ルート、
ような感じでですね、まあ、当然、6弦ルートと5弦ルートは音の高さ同じですけれども、4弦ルートになったらですね、1オクターブ全ての音が高くなりますね。で、4弦ルートと3弦ルートは同じ音の高さになりますので、当然6、5のルートの時と4、3のルートの時はかなり雰囲気が変わります。だからやはり軽めのですね、こうサウンドが欲しい時はですね、4弦ルートとか3弦ルート弾くといいですね。で、あとはこれも YouTube で解説したことあると思うんですけども、例えば3弦ルート押さえてますが、これ上の3弦のルート取ってもですね、まあこれドとソの音が鳴ってますので、この2音だけ使ってですね、こう軽めに、みたいな感じでこうカッティングっぽく軽くですね、コードバッキング弾いていくっていうのも、面白いと思います。例えばその面白い変わった弾き方したい場合なんかはですね、もう、C のパワーコードばっかり弾くんですけれども、この4種類全部弾き分けるとかですね、ですから同じ、今の同じリズムでですね、こう例えば全部使って弾いてみるとこんな感じですよね。では6弦ルート、5弦ルート、4弦ルート、3弦ルートの順番で一度弾いてみますね。こんな感じでですね、まあ、なかなかこういう、1種類のパワーコードで4箇所も使って弾くということはほとんどないですけれども、まあ、おっと思わせたい場合はですね、こういうのもありかもしれないですね。で、あとは4弦ルート、3弦ルートの時もですね、6弦ルート、5弦ルートの時と、同じでルートをですね、変えていってやればどんどん違うコードになると。これはもう一緒ですね。ですから、3弦なんかを3弦の、5フレット、これ C でしたけれども、これ全音上げれば D で、また全音上げれば E みたいな感じでですね、他の、ルートに変わってもホームは同じということになります。ということで、今回はパワーコードの押さえ方のバリエーションについて解説してみました。コータミュージックではギター演奏上達につながる解説動画を100本以上上げたプレミアムチャンネルを運営しております。どの動画もですね、 YouTube チャンネルには一切アップしていない動画になりますので、ご興味おありの方はぜひホームページチェックしてみてください。あとギター用のタブ譜の作成サービスも開始しております。そちらもホームページで、詳細チェックしていただけますので、ぜひホームページをチェックしてみてください。ホームページの URL はこの動画の下の動画概要欄に貼り付けております。あと今回の動画なかなか良かったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。